はい、皆さんおはようございます。KYC秀こと池端秀幸です。それでは例も早速ですが、ビジネスメイクということで、ビジネスメイクっていうとなんか硬いようなねイメージがあると思いますけども、これ化粧についてということを僕が頭の中でですね整理したんですけども、結構ねいろんな分野で化粧というのが取り上げられていたり、このメイクっていうのは顔を変えることなので、人間の中で一番ね脳に近いところって顔なんですね。でその顔をどう変えるかによって、その人の人間の脳の活性とか心理学的に言うとどういうメンタルになるかっていうことも、この二十何年ずっとお客様を見ててね、かなり分かってきたことがありまして、それを今日ねトータル的にビジネスメイクということでお話していきます。オンラインでお仕事されている方とか、もしくは、これからリモートでしていかないとダメで、どうしてもこうリアルに会えなくなってくる、そんな時にまあ、オンラインであればもちろんマスクしなくてもいいし、逆にリアルに会うときはマスクしていかないとダメですよね。そうするとマスクメイクっていうのとオンラインメイクっていうのがこう2通りあるんですけど、全くやり方が逆なんですよね。このビジネスコミュニケーションメイクっていう考え方は、もちろん印象学と心理学と脳科学、人相学、コミュニケーション学を融合しているので、単なる顔の形を可愛いねとか美しいねと、それだけの問題ではないんですね。どう自分の印象を相手に安心感とか信頼感を与えるかって、これがもうビジネスメイクの一番の大事なポイントなんです。それから相手にどうインパクトという印象を与えておくかっていうこともこれ大事だし、相手の脳タイプとか相手の人柄価値観に応じた自分を演出することも大事ということになってきますから、自分視点だけで考えているメイクっていうのはこれ自己満足なんですね。でそこら辺をですね、これ僕ビジネスメイクっていう講座の中でやってまして、でここが今のマスクメイクで一番大事なポイントになります。皆さんマスクした時になんかこんな経験ないですか？なんかすごく美人に見えるとか男前に見えると、一生懸命下では笑ってるんだけど目に笑いが伝わってないとかね、もしくはここの部分だけしかマスクは出てないので、どうしてもですねこの眉が下手だったら実はものすごくですね損な印象を与えてるってことなんですね。これはですね人間の人相学的な部分でいくと、あの顔をこれ横割りにしています。顔の形を言ってるんじゃないんです。逆三角形とか卵型とかそういう顔の形じゃなくって、この三等分したところをパッと人を見たときにどこに印象が一番最初に行くかということになります。例えばおでこに行く方、まあおでこですね、上に比率がこうインパクトがある方っていうのは、これ実はすごく聡明感があったりとか、なんかこう頼りがいがあったり、眉下からこの小鼻の間って感情を司る場所みたいな感じで、ここから下というのは何かというとバイタリティとかスタミナとか、なんかこう肉体的なエネルギーとか、実はマスクメイクというのはそうしたらここが隠されてるからちょっと聡明に見えたりですね、ここが隠されてるから、要はこの目の下まで隠されてるからちょっとこう感情が伝わりにくいという、まあ、こういうところが実はマスクメイクの特徴があるわけですね。そしたらどうでしょうか。マスクをしている時のメイクはじゃあ何を気をつけたらいいかということは、よりそこを聡明感に見せて、普段は可愛らしい印象でやっている方でも聡明に見られるということを意識してやるということです。となると眉にしっかりとですね、まあ、戦略的にかっこよく安定感のある眉を作っていくということをすればですね、ものすごく普段はなんかこう頼りないしみたいな感じに思われている方もこうチャンスなんですね。普段からここが強い方っていうのは、いやちょっとこう感情的な部分を表現にしてあげたい、でもここから下が隠れてるとなると、この血色、例えば目の周りのアイシャドウですねにピンクを塗ったとします。でピンクを塗ったとしたら、そのピンクの色味を分散してですね上に持っていくんです。ちょうどこう髪の毛の生え際です。この生え際あたりにチークの色を乗っけていくとか、まあ、そんな風にしていくとですね、ここから上にすごく血色感とか健康感が出ます。これはこの2番目のこのね感情を司る場所ですね、ここのチークとかも隠れてるんですね、普通はね。でそれをですねあえて上に持っていくように、こういうくの字の部分ですね、こういうところにもチークを軽くかけるっていうね、こういう方法もマスクメイクの時には非常に大事になってきます。それからアイシャドウでいうと、少しブラウンとかそういう暗い色ではなく、少し赤みのある色ですね。それからやっぱりここしか見えてないので
眉とアイラインときっちりとする。でマスクを外した時はどうかってなってきた時に、この鼻の下から顎先までがこれマスクで隠れてるわけですから、外した時にやっぱりしっかりと口元のリップのケアをしておかないと、ここがですねすごくカサカサになってるとかふっくら感がなくなってきます。だから普段からきっちりとこうケアをしておいて、リップに膨らみを持たすようにしていくというのが大事になります。これは口紅塗れないからもう何もしていないという人が非常に多いんですね。でも日頃からその見えてないところにケアをすることによって、いざマスクをパッと取った時にですね、非常にそこら辺の努力がですね相手に伝わっていくと。決してですねマスクが隠れてるからといって、この2番と3番の部分ね、手を抜かずにですね、両方やっぱり、3つの印象はそれぞれのやっぱり役割のある印象なので、これが3つの開運を起こしていくポイントになりますから、しっかりとちょっと意識してもらいたいなと思います。で、もちろん健康というのはこの頬の部分が非常に大事なので、ここがですね今マスクで、チークを塗れないので健康的に見えないということになってきます。だからその健康的に見えないものを上に乗っけていきましょうということなので、健康のトップの額のところにこの健康ゾーン、同じところあるわけです。アイメイクに使ったカラーを同調させるとか、そんな風にちょっとね工夫をするだけで、ここから上が非常にですね印象が明るくなります。はい、で明るくなるし聡明感も出るしみたいな、そういう部分をですねこの顔の縦割りと横割りのこの役割の中で、皆さんがちょっと意識をすればですね結構変わります。この切れた眉とかね、やっぱり整ってない眉というのは非常にですね運気も下がるんですね。だから素顔の状態と、メイクをした時の状態のこの分析をして、そこからですね今の傾向値であなたはどういう脳タイプでどういう価値観で生きているかということがなんかが少し読み解けたりするというね。要は相手の眉を見たらなんとなしに相手の方の脳タイプが分かるとか、なんとなしに相手の眉を見てるとちょっと起伏の激しい人やな、感情が激しい人やなとか、そういうのをですね少しずつこう分かってきますとね、付き合い方が変わりますよね。仕事においてはもちろんコミュニケーションのスキルは非常に大事だし、でその自分がどう見られてるかということを客観視する力、これも非常に大事ですよね。だそういうことをこのメイクを通じて人相学とかこの印象学を通じてですね勉強してね、でそれが分かってくると相手にどういう声掛けをするか、要はセールストークするときにもどんなセールスをすると相手に響くかとか、要は契約を結ぶときなんかも自分がどう見られたら相手は安心してくれるやろとか、いろんなところですね気を配ることがいっぱいあるわけですね。でそういうことを全てひっくるめてしているのが僕の本講座という講座になりますので、決してね、メイクだけこう上手になったらいいわっていうそういう浅いものではございません。だからぜひね今日お話しした内容にもっともっとこう深掘りしてね学んでみたいなっていう方は、まず、一般のですね講座、この右の上の方にオレンジのマーク、これ QR コードを取っていただきますと、今やってる一般講座というのがありますので、それをぜひご覧になって入ってみてください。